をおかけください。スターフライヤーでは皆様に安心してお過ごしいただくため、乗務員はマスクと手袋を着用いたします。お客様におかれましても、ご自身のマスクの着用、手洗いや咳エチケット、近い距離、大きな声でのお話を控えていただくなど、感染予防対策へのご理解とご協力をお願いいたします。またマスク着用の際には鼻と口を覆いご着用いただきますようお願いいたします。ただいまからこの飛行機の非常用設備についてご案内いたします。テレビモニターをご覧ください。私スターフライヤーマン、これから空の守護神として皆様に安心して空の旅を楽しんでいただくよう、機内の設備、空のルールについての話をしましょう。手荷物は座席上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。膝の裏側や通路、非常口付近には置かないでください。怪我につながる恐れや脱出の妨げとなりますので、ご協力をお願いします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。シートベルトはカチッと音が鳴るまで差し込み、長さを調節して腰の低い位置でしっかり締めてください。ベルト着用サイン点灯中は必ずお締めください。サインが消えていてもお座りの間は常にシートベルトをお締めください。外すときは金具の片方を持ち上げます。緊急時に全てのお客様が安全に脱出できるよう、離着陸時は座席の背、テーブル、フットレストを元の位置に戻してください。座席前のポケットに安全のしおりが入っています。離陸前にご覧ください。ご質問がありましたら、私スターフライヤーマン、または客室乗務員にいつでもお尋ねください。それでは素敵な空の旅をお楽しみください。
閉めのままお座席にてご支度ください。また上の物入れを開けた際に中の手荷物が滑り出ることもありますのでお気をつけください。上の物入れにはお土産袋などよく似た手荷物がございます。中身をご確認の上お取り間違いには十分ご注意ください。これより通信用の電波を発信する電子機器類もご使用になれます。またお降りの際には携帯電話やタブレット端末、貴重品などもお忘れになりませぬようシートポケットの中や座席の周りをよくお確かめください。ANA の共同運航便をご利用いただきましてありがとうございました。暦の上では春を迎えておりますが寒暖差の激しい毎日が続いております。皆様におかれましてもご自愛の上健やかな週末をお過ごしください。19列目以降にお座りのお客様を順にご案内させていただきます。またシートベルト着用サインが消えましても10列目以降にお座りのお客様は次にご案内いたしますので手荷物は取り出さずお座りのままでお待ちください。ご協力をお願いいたします。